新しい年を迎え皆様いかがお過ごしでしょうか鎌倉市医師会で副会長を務めさせていただいております西尾芳照と申します、えー、日頃は当番組お元気ですかをご視聴いただきありがとうございますえー、と当番組では普段は、えー、市内で医療を行っている医師や看護師がさまざまな病気や医療に関する話題を提供しておりますが今回は年初にあたりご挨拶と鎌倉市医師会の活動の中から 皆様に関わることにつきまして少しお話をさせていただきたいと思いますまず新型コロナウイルスに関する話です新型コロナウイルスは昨年5月に5類移行いたしまして予防接種に関しても集団接種は終了いたしましたただし個別接種はまだ続いておりまして鎌倉市におきましては9月20日から3月31日までの間に一回接種をすることができます8月1日 以降に転入された方は接種券が送付されませんので、こちらの方は鎌倉市の方にご問い合わせをください。えー、市内の医療機関において個別接種をしている場所はあリストが載っておりますので、ホームページ等でお、えー、調べていただき、予約を取っていただければ幸いでございます。また、えー、接種券を紛失された方、または届かないという方も鎌倉市の方に、えー、ご連絡をいただければと思います。えー、休日夜間診療所についてです。 現在鎌倉市歯科医の休日夜間診療所は在、えー、木座保育園旧在木座保育園の建物を借りて行っております内科と日によっては小児科二科体制でやっております。ただし、えー、この3月以降旧在木座保育園が老朽化が激しいために今後どうなるかちょっとまだ予定が立っておりません。市民の皆様の便、えー、引き継ぎの便宜を図るために、えー、早急にあの対策を立て このままその内科小児科の夜間救急診療所救急診療所が存続できますよう医師会としても努力をしてまいる所存でございます。そのと次の話でございますが鎌倉市検診審査いわゆる市民検診でございます。これは内容をいろいろアップデートしながら必要なものをまた取り新しいものを取り入れてまあ必要ないものを削除しながら。 日々アップデートしながらやっておりますのでぜひこの機会に皆様は検診を受けられてください検診を受けることによって見つからなかった病気が見つかることがございますまたコロナの間は検証を受けられなかった方も今コロナの方は少し落ち着いておりますのででき,できるだけ検診を受けていただければ幸いでございますあともう一つ緊急の話題でございまます世のの中異常気象ががありり、ま、た地震や火山の噴火山噴などが頻発しております。 鎌倉市でもいつそのような災害に見舞われるか分かりません新型コロナが蔓延していた頃には対応できなかったのですが現在鎌倉市医師会はまあ、鎌倉市それから薬剤師会、えー、歯科医師会とも協働しながら災害時の避難所について新たな、えー、取り組みを行っております現在鎌倉市の災害時避難所というのは小学校に設置されることになっております小学校に設置してそこに、えー、各まあ、医師歯科医師 薬剤師が当番で行くようになっておるのですが実際にはそれが災害時に運用できるかどうかという問題ございますまたその時の薬剤の確保や実際にその小学校等の、えー、避難所でどのくらいの医療行為ができるかとか分かりませんそのために、えー、どのようにしたらよいか今あの対策を練っております新たな案としましては、えー、被災時に残った医療機関存続できそうる医療機関を 災害対応医療機関として開放してそこで処置を行う避難所については医師歯科医師薬剤師その他看護師等も含めてキャラバン隊のようなものを作ってすおりますこれはまたあのまだ決まってるわけではございませんので本決まりになりましたらまた市民の皆様にご,ご連絡をさ,せていたご案内をさせていただきたいと思います。 それともう一つですが昨年までですね鎌倉市では消防とあと湘南鎌倉病院大船中央病院と共同しまして救急車の搬送時におけるスマートフォンによる情報共有を行いました情報共有の実証実験を行いました。これは何かとと、言いますと救急車に、 救急車呼ばれた時にその患者さんの容体をスマートフォンで映、えー、しましてそれを病院がその画像データを共有して同時にどこの病院があの受け入れ可能かということを瞬時に判断して救急車のその待待ち時間待機時間間機をなくそううといい効率化を図るものでございます実証実験は昨年の5月に終了しております。 で、富士山市などは今年の10月から始めているらしいですが、鎌倉市も次年度以降、おそらく令和7年度以降になると思いますが、そのような対応をとって救急車が病院の受ける先が困るというような状況をなくすということも今対応考えております。で、まあそ、それ以外でございますが、あの鎌倉市民の皆様のところに入っております。あの衛生時報衛星時報もこれからますます。あの、いろんな内容をあのアップデートしながら。 皆さんのところにお届けいたしますのでぜひご,ご活用くださいまたお元気ですかこの番組新たに加わった先生たちにまた新たな話新しい話もしていただきますのでぜひぜひご視聴いた,いただきたいと思います今後とも鎌倉市鎌倉医師会をよろしくお願いいたします皆様こんにちは鎌倉市医師会副会長の宮下でございます今年もよろしくお願いいたします この機会に医師会活動の一端を知っていただきたく、本日は在宅医療と多職種連携についてお話ししたいと思います。鎌倉市医師会では、活動の柱の一つとして在宅療養をしたいという希望される方を応援しています。本日は在宅療養を応援する在宅医がどういうことをしているか、またどうすれば探せるかについてお話ししたいと思います。 まずどういう人が対象になるかというお話をします足腰が弱って病院とか診療所にも行けなくなってしまったあるいは行くのが危ないという方いらっしゃいますねそういう方とかあと脳梗塞などで動きがままならなくなって自分でも自分の家で療養したいそういう方が対象になりますこのような状況の方に在宅医と多職種連携 がお役に立つんです在宅医は在宅診療医と言ってますけれども在宅医はどういうことをするのでしょうか月に一二回定期的にお宅を訪問して診療と薬の処方をします急に熱が出たなどの具合の悪いときには臨時のお診を行ったり必要に応じて救急病院に紹介もしますまた在宅医は 訪問看護師さんと連携しています。看護師さんは在宅より頻繁に週に一二回ですかね、えっと訪問して体調を観察したり便秘のコントロールをしたりと体をきれいにしたりしてくれます。体調が悪そうなときには担当の在宅に連絡も取ってくれます。と薬についてなんですけれども足が悪いなどの薬局に行きにくい 行,けない行くのが大変だという場合には薬屋さんが届けてくれるサービスもありますまた飲み忘れないようにカレンダーに貼り付けたりしてくれますただこういう医療だけではなかなか在宅の生活は成り立ちません生活ですので洗濯掃除食事の準備など生活の基盤を支えてくれるのはホームヘルパーさんですただ ヘルパーさんはお手伝いさんではないので、できることとできないことがきちんと決まっています。仕事内容は事前に契約をします。ホームヘルパーさんに手伝ってもらうことで、例えば、転倒しないでトイレに行くことができるようになった。不安だったお風呂に安心して入ることができるようになった。食事の時のむせ込みが心配だったけれど、食事の姿勢や食材の調理の仕方でむせ込みなく、 おいしく食べられるようになったといった生活の改善が見込めます訪問してくれる歯医者さんもいます栄養士さんもいますリハビリをしてくれる療法士さんもいますさまざまな職種の人間がその方が抱える問題点を解決するべく動きますこのようにいろいろな職種の人たちと力を合わせて動くのがもう一つのキーワードの多職種連携なんです その方がどこで過ごしたいかというのはその方の人生観やご家族の状況などでいろいろ変わります自分の家にいたくてもご家族が体力的に無理ということもありますいろいろな問題が出てくるんですけれどもそういう時のよろず相談役としてはケアマネージャーがいますケアマネージャーはすべての職種をまとめてその,方にその方の療養に適したチームを作り上げていきます じゃあこういうようなサービスを受けるにはどこに問い合わせればいいんでしょうかどこに在宅医がいるんだとケアマネージャーを探すにはどうしたらいいんだという疑問には市内に10か所の地域包括支援センターというのがあります今かかっている医師が在宅医をやってくれることもあるのでまずはかかりつけ医に聞いてみてもいいと思います。とこの表にありますように、えー、材木座にお住まいの方には 地域包括支援センターは鎌倉岸郎になりますこの表はパソコンや携帯でえっと地域包括と鎌倉で検索すると簡単に見つかりますまた市役所に電話で問い合わせていただくと担当の地域包括支援センターとその連絡先を教えてくれます医師会は鎌倉市内のいろいろな職種と手を携えて 皆様の療養を支えていきます本日は医師会の在宅医としての活動のご紹介をいたしましたこれからも鎌倉市医師会をよろしくお願いいたします